H&KHK45 はドイツの銃器メーカーであるヘッケラコフ補社が2006年に開発した自動拳銃である。もともとは2005年にアメリカ軍のソカームで行われた MQ の後継拳銃のトライアルに出品するため H&KASP の後継版である H&KP30 をベースとしてトライアル条件に合致するよう 45ACP 弾を装備したモデルである。開発には元デルタフォース隊員のラリー・ビッカースとタクティカルトレーナーのケン・ハッカーソンがコンサルタントとして参加し、彼らの意見が大きく反映されており、彼らが求めるデューティーピストルを目標として設計されている。しかし、計画自体は2006年に無期限延期という形で白紙化されている。 その後 H&K 社が2007年にショットショーで本銃を公開し、さらに小型版である HK45C も開発され、現在は軍、法執行機関、民間向けとして販売されている。なお、正式採用トライアル自体は白紙となったが、アメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズの隊員が HK45C を携帯している写真が確認できるため、少数は 実践で使用されているようである。スライドは角張った形状のアスプやマーク23と比較して側面を傾斜させて先端部の角も大きく取れたスマートな印象の形状でフロントセレーションが掘られており、グリップはフィンガーチャンネルが設けられ、アスプやマーク23ではグリップパネル全面に入っていたチェッカリングは上下3段に分けられるようにカーブラインが入っており、 前述の P2000 と同様にバックストラップは、いての手のサイズに合わせて交換可能となっている。マガジンは、グリップ自体を細身にして握りやすくなる、要、金属製の薄手のものとなり、相談数も10発となっている。また、スライドリリースレバーや、マガジンキャッチレバー等、各レバーもアンビデクストラウス仕様である。アスプでは、独自規格だった、アンダーマウントレールは、 ピカティニー,レール LA と変更されており、装着可能なアクセサリーの幅は広くなっている。また、コントロールレバーは、アスプと同様の形式だがやや大きく、操作性は、銃全体が大柄であるおかげで向上しており、バレルには、マーク23同様のオーリングが、標準装備されている。同じく P2000 と同様のフロントサイト、およびリアサイトは3ドットロープロファイルタイプで、視認性は高い。 しかし、トリガーは、アスプタクティカルのようなトリガーストップはなく、稼働できる様、小型化されたトリガーガード内には、溝が掘ってあるが、ラリーは、試作段階でのこのデザインに問題を感じ、タクティカルと同様のトリガーストップの追加等を提案したが、結局は組み込まれなかったため、フィーリングに関しては違和感を覚えるという。この HK45 は、トライアルのほか、 北米市場向けとするため、45ACP 弾のみのラインナップである、HK45 基本モデル、HK45C 小型バージョン、重量が 717g となり、全長が 183mm に抑えられている、HK45TT はタクティカルの略、HK45 の軍用向けバージョン、 サプレッサーを取り付けるためにネジ切り済みの延長バレル、ハイターゲティングサイトを装備している。HK45CT、HK45T の小型バージョン。H&K HK45 の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。ニガンズ海軍犯罪捜査局の捜査官、マイケル・スティグマンが、HK45C を使用。ザ・ウォーカー主人公のイーライが使用。 プレデターズ主要人物の一人である、イスラエル軍兵士のイザベルが使用。チャック、チャック CIA のダニエル賞が、シーズン3とエピソード4で使用。ソードアート、オンラインオルタナティブガンゲールオンライン第1回、SJ に参加することになった、レンのチームメイトとして、ピトフーイが紹介した男性プレイヤー M が使用。その後、第2回 SJ でもピトフーイが M から借りて、使用している。 アライアンス・オブ・バリアント・アームスゲーム内のカプセル商店から獲得できる。ゴーストリコン・アドバンス・ウォー・ファイターにシングルマルチプレイで使用可能。バトル・フィールドシリーズ、BF4 全閉化のサブウェポンとして使用可能。BFH ・エンフォーサークラスのサブウェポンとして登場。メダル・オブ・オナー・ウォー・ファイター、ヘビー・ガンナー専用のサイドアームとして、HK45C が使用可能。 ブレットフォース初期サイドアームとして、コンバット45という名前で登場。ありがとうございます。